どれにしよう。はぁ、一段落。よし、できた。これがフラクタル氷爆弾。すごい、この霊気。機械に頼らず、これほどのものを。すごいでしょ。これが錬金術と思いの力だよ。錬金術と思い？うん、さーてと、早速メルルさんに店に行ってこようかな。思いの力か。さーて、どこに。ルルアちゃん、すごい、完璧だよ。そうですか。みんなの思いがこもった大切なレシピを託してもらったので、絶対に成功させなきゃってドキドキしてたんですけど、緊張した。お疲れ様、ルルアちゃん。さすがは私の弟子ね。あの後ちょっと考えてみたんだけど、私の生きる意味はこれかなって。え、これってフラクタル氷爆弾ですか？ううん、思い、みんなの思いを背負って生きていくこと。錬金術をいろんな人の役に立てられるよう、まっすぐに。それが思いを背負って生きていくか。なるほど。あ、ごめんね、なんか漠然としてて。こんなんじゃ参考にならないよね。ううん、そんなことないです。やっぱりメルルさんはすごいや。そう？なんか照れちゃうな。まあ私も生きる意味なんて考えたことなかったし、ルルアちゃんもいつかわかるよ。だから焦らずじっくりと、がむしゃらにね。はい、ありがとうございます、メルルさん。じっくり考えてみますね。うん、それがいいと思うよ。それじゃあまたね、ルルアちゃん。